さあ始まりました、アイシュ M ダンス第1回、うんうんうん、第1回第1回、今日登場してくれるのはヤスくん。ヤスくんどんなダンスを見せてくれるの、頼むで、レッツダンシング、ダンスを始めたのはいくつの時で、なんでそれを始めたの教えて。ダンス始めたのは14歳の時で、きっかけはもうほんと田舎出身だったんですけど、どれぐらいの田舎、国道沿いにある、そう、何号線、何号線、なんていうんですか、どうでもいいでしょ、道の駅、何もどうでもいいでしょ、道の駅で踊ってる人たちを地元の野生とかね、それに憧れてサッカー少年だったけど、その人たちに教えてくださいって言ったのがきっかけ。そうなんだ、なるほどね、うんうん、なるほどね、そうね、いろんなダンステクニックあると思うけど、その中でもどの技が一番自分の中では好きなの？ダンスの技かわかんないけど、うん、ダウンが好きっすね。ダウン？何？ダウン。ダウン。ああ、はいはいはい、ダウンね。あれね。ダウンね。あ、すごい。あんた知らないでしょ、ダウン。こういうのってのは普段どれぐらい練習をしてるもんなの？やっぱすごいの？練習頻度はどれぐらい？なんか毎日踊ってるけど、うん、毎日こんぐらい練習するみたいなのはなくて、いや決めてないの？練習の24時間でつまみつまみで要所要所、うんうん、そうなんだ、つまみつまみで踊ってる感じですね。やっぱね、イカの塩辛とかね、なのにそんなできるのかっこいい、それはおつまみでしょ。人生の目標ってところで何なの？教えて。ちゃんとした大人になることです。どういうこと？今もう大人でしょ？もっとちゃんとしたってことね。英語で言うとピーカーブー、日本語で言うと何々バー。いないっす。正解。正解、よくわかった。うん。って何の質問これ？って何の質問これ？ねえねえ、休みの日って何してんの？やっぱりダンス？平日結構いろんなとこ行くから。あ、そうなんや。休日ってなったら、うんうん、まあ何してんの？家近い仲間と、うん、まったり。あ、結構近所で、うん、って感じですね。あ、そうなんやね。あんま遠出はせえへんタイプかな。どうなんだろうね。なるほどね、かっこいい、それもかっこいい。やっぱり子供の頃からダンサー目指してたの？子供の頃は、うん、大人の時何やりたいとか特になく。あ、そうなん、なく、もう全力で少年してました。あ、なんかスキマスイッチみたいなこと言うとね。関係ないでしょそれ。何？ダンス以外でなんか最近楽しかったことは何かある？この間のキャンプの焚き火。あ、やっぱアウトドアもするんやん。かっこいい、うちも外もかっこいい、全部かっこいい。もダンスのインスピレーションってどこから得てるの？やっぱなんかすごい人の映像とかそういうとこ？なんか日常で見たものだったりとか、人とのなんとない会話で得る情報だったりとか。あ、そういうところからアンテナ張って、アンテナ張ってんだ。自分の周りのこと、人、目に見たものとか全部からもらえますね。なるほどね、かっこいい、かっこいい。友達とか、友人とか知人ってやっぱ大事やね。うん、わかるよ。いいこと言った、いいこと言った。うんうん、かっこいい。うん、三郎の飯よりもやっぱダンスが好きなの？飯とダンスどっちが好きな？飯ですかね。あ、そっちなんだ。ダンスちゃうの？そっちなんだ。ダンスちゃうの？まあ、でも、うん、まあ、でもやっぱ食べることは大切だからね。わかるわかる。さあどんどん踊ってみて、レッツダンシング。見せて見せて。気だるそうに。そうそうそう、最初はこんな感じから入っていくんやで。かっこいい。もうなにこれ、回って、来た来た来た、こっち向いてくれへんの？あ、すっごいすっごい、こっち向いて。あ、向いてくれた。うぅ、なんかもうどうなってんの？足、足膝どうなってんの？帽子、帽子押さえて、帽子が落ちひんように押さえて。かっこいい、かっこいい。肘どうなってんのこれ？うん、おさ、落ち、お、落ちて上がって。女子、あんたもう見たこと言ってるだけじゃない、あんた。うん、入って、ほら見て、もう上着も使うなよ。ステップ、あ、今となんとかマンな、トラック、何やったっけ、すっかりステップもすっかりこれ。おほん、およく立てるね。よし、ちょっと足腰もうキレキレじゃない、パッて立てへんねんけど。どうなえ、あのマジックのあの首落ちる人みたいになってて、私もこんなふうに踊りたい。すっかりすっかり、何がどうなってるの、足上がって手ついて、
手もついちゃうの。小鹿みたいになって。うん、ほんで。わ、切れてる。すっごい切れてる。前から風来たん。お、なんか切った。お。かっこいい。縦、かっこいい。縦に切るね。これも回るね。ほんま、ジョシュが言うた通りに踊っとるね。昔教えた通りに踊っとるね。そうそう。何？すっごい、かっこいい。じゃんけんし、あんた教えてないでしょ。嘘ばっかついてんじゃないわよ、あんたに。いいね。やすくん、いいね。かっこいい。めちゃめちゃいいよ。レッドブル飲んどこうな。大丈夫、息切れてるけど。翼を授けてもらおうぜ。そうね、そうね。飲んだほうがいい。ごくごく飲んで。水分補給は必要だから。ゲップしたらあかんで、ゲップをとかあかんで。ゴク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 って飲み方もかっこいい。今みたいなダンス俺らもやりたいんやけど、できるかな。いや、できるっしょ。ほんまに教えてくれんの。難しない。できない。できるっしょ。できるかな。うん、よし、じゃあ優しいかっこいい、優しいかっこいい、優しいかっこいい。クラブって言われてるクラブ、うん、踊りになります。あれ、ムーブになります。あれ、クラブ、多分自分の認識ではこう横にこう動いたりするような、かっこいいやつだ。ステップだから、ムーブだから、かっこいいやつ、通りなんでクラブっていう、カニみたいに感じの。あ、確かに横にね。今日はそれを、なるほどね、ちょっとこう解説していきたいと思います。でも世の中には、ま、前後に動くカニもいる言ってたけど、まあそれは今はええかよ。漢字の8、ね、これをこう逆にしたりしながら、うん、そんなの今どうでもいいから、横に進んでったりとかしていくムーブになります。それできる？まず1個、そんな簡単に。さっきやってたかっこいいやつ、うん、開く、ね、教えてもらおう。一歩開きます。そしたら2歩目、お、閉じる、内股、ど、え、うんうん、3歩目、うん、ガニ股、また開いて、で4歩目、内股、うんうん、で今4歩進んでるんで、次こっちに4歩戻ります。え、どうなってんの、はい、おら、戻った、おら、なんでこれ、1、2、3、開いて閉じて、開いて閉じて、はいはいはい、やったらこう頭の高さこう変えずに、なんかどこにでもでもこう進んでいけるような、こうカニっぽい、ちょっと待って、ちょっと足どこ見たらいいの、どこまででもいけるって、どこ見たらいいの、かっこいい、ここまで大丈夫でしょうか。ちょっと、あ、もう大男のロマンみたいな感じで、かっこいい、男のロマンみたいな感じで、ちょっと戻ってみるから、かっこいい、大丈夫やで、優しいし、かっこいい、ちょっと待って、優しい、かっこいい、カニ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 、はい、大丈夫かな、ね、本当にできるかに、で、まあ、これだと、何それ、何それ、何言ってんの、あんたリアルなカニのモノマネみたいになってるから。そうやね、こっからちょっとこう、何何、うん、1個加えると何ダンスっぽく、カニに何か加えるって、カニカマ以外知らんで、まだ言っちゃう、カニとカマボコの愛の子みたいなんと、え、何、どうやれか、やったやった、うん、4、あれ加えてるわけじゃないから、1、2、3、4、やったね。でこの時に1と3に1と3でしゃがむ、このとこに、うん、そういう膝を緩めて、何やさんのとこにこうダウンを入れてあげる、かっこいい、ちょっと足首だけでも難しいのに膝使うの、今度1、2、3、4、1、2、3、全身、全身使う、むっちゃリズミカルになってきたけど、みたいな感じで、さっきまでガチっぽい鐘のモノマネから、こう縦のノリが入るようなイメージです。カニ、これわかります。ただのカニっぽくなってない。ただのカニじゃダメだ。ただのカニじゃあかんの？上下できるカニならなあかんの？うんうん。え、ちょっと待って、カニ、そういうこと、そういうこと。え、ちょっと待って、オッケーオッケー、大丈夫って。そしたら最後に置いてけぼりにせんとって、ここまで来たら体がこう置いてけぼりにせんとって、まっすぐあるとこういう風に見えちゃうんで、なんかまあ普段なんて言うんだろう、写真撮る時とかこうまっすぐ静止するよりもなんかこう角度決めたりとか、女子はこう結構はね、実はさ、うん、写真撮る時立つタイプやけどね、それと単純に自分の好きな角度、ちょっと角度つけて加えてあげると、この1個のステップだけでキレキレ、いろんな表現ができると思うんで、カニからだいぶ遠ざかってるけどね、いろんな自分でやりたいようにやると、1と3にかっこいいカニ、バウンスを入れて、かっこいいカニ、いろんな方向に、どこ向いて、こっち、そっち向いてもええの、1、右向いて、1、2、3、1、2、3、向きはどうでもいいから、1と3でこうちょっと強弱つけるんやね、いろんな表現ができると思うんで、はい、クラブっていうステップを、ね、ぜひいろんなのに応用してトライしてみてください。やっぱ男は強弱つけないと、できるまで見るから、うんうん、かっこいい、
ということで ICM ダンス大会、今日はやすくんでした。でした。また次回、今度はどんな人が来てくれるんでしょうか。お楽しみに。誰じゃねえ、バイバイ、レッツダンシン。ダンシン。ほなねえ、バイバイ。